ちょっと落ち着いたね。それボンボンちゃんがちょっと本領発揮。ダメダメ。でもね、すごいいっぱいなんだよ。それで農協がやってる直売所あるから、そこで逃げるんだけど、計算するって言ったら、枯れてるんで、うん、でこっちが出てくる、うん、それで交代で、うんうん、だからゴルフ場とかサッカー場とか、うん、そうそう、うん、そういうでこれだから、うん、あの横切るっていう会社あるんでしょ、うん、あそこで買ったんですか、うん、そういろんな種の、うん、とか、うん、いろんな、うん、もう別会社でどういうの、うん、ね、もう別会社になったらね、昔は洋服のとかどういうところ固まるボンボン、さっきすっごいちょっかい出した、ちょっとテッドがね、うん、疲れてるところ見ながらってなんか攻撃してたからひっくり返る。お母さんにひっくり返るみたいな。これをしたしてほしかったんだよね。そう、これをね、怒られたかったの。体操選手になれそうだな。よかった。はい、回転レシーブ。そう、アジリティとか上手そうなんですね。なんかジャンプも得意だし。なんか膝を見せるとジャンプするんです。なんかお菓子欲しさです。よかったね今日、嬉しい。パパにもママにも買ってもらえて、あ、なんかお腹が綺麗になってる。そう、乾いてきたみたい。こんなにいつもいっぱいいたら楽しいね。お家でのテッドの過ごし方は、一日は朝起きたらご飯あげて、その後どうする？ケージですか？屋上で他の犬と、あの大人の犬は、家の中に夜はいるんだけど、で朝になると抱いて、で屋上にいるのはオスグミと、うん、それで。これらはお母さんとかローズマリーとか別の人で一緒に部屋の中にいて、で一緒にしばらく出す。で犬舎掃除とか屋上のバラの手入れをしている間に放牧してるわけ。放牧ね。ほとんど放牧状態ですよね。そうですね。で話して。で大人の、まあ、あの犬舎の方に出るやつと。部屋の中に戻ってくるんです。うん、と一緒に一緒に降りてきて、でお昼にまた一緒お上に、うん、遊ばして、部屋のにいる時はケージもケージにいて、はい、バリケンに入れたまま、バリケンじゃなくてね、網のなんていうの、四角い箱、はい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 、天井もついてる、はい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 、ケージっていうのかな、柵になって一匹ずつ、そうそう一匹ずつ、テッドも一人で一個、そうそう、あ、この間まで見てもらって、そうそう、それで、みんながこういない時、目が離れてる時でも、うん、喧嘩して怪我しないように、ね、もう一個一個、基本的には一個、そうそう、だけど網だからもう見えるじゃん、まあ、見えますよね、手配だけは、そうそう、一緒にいるからいる感じだけど、自分の行動範囲だけ決まって、そうそう、で、屋上は屋上で、一緒ず、2頭ずつ入ってるとこあるんですよ、あ、それはまあ相性がいい、あれはだから1、2、3個しかないから、上は今は2、2、1かな、で、相性を見て、やっぱり合う合わないもん、そうですよね、うん、まあ、大体慣れちゃうんだけど、でお昼も、まあ大体お昼休みに
12時半頃かな、から1時ちょっと過ぎの前まで。で、報告所に報告。それで、また夕方。で、夕方、今までは4時頃からここへ連れてきたんだけど、今はほら、日が暮れるの早いね。そうですね、暗くなって。だから今、4時前、3時半ぐらいかな。で、それは伝統。だからその時に、やって、一回どっかの、あれにあるよ、前頭、聞いてるの、おかげの、それで、ロープで肩にかけて、その先に書くリバーがあるから、両手開くんですよ、でそれをこう取って、向かいのやつで。まあ、あそこからそこだからね。まあ、でもまだここまでだったら近いからいい。そう。それで、あそこまで来たら、もうあそこで話して。それじゃあもう、あそこ空いてるから、もう一気に。わーっと行きます。それで、